はい、今日は体が硬い人向けのストレッチを紹介していきます。で、開脚のね、よくあるストレッチなんですけど、体硬い人は家にあるこういうクッションとか、まあ、このストレッチポールちょっとあるかないかわかんないですけど、これぐらいの高さのものがあったらお尻に引いてください。なんかバスタオルとか高めにして引くのも OK です。では早速やっていきます。まずこのちょっと見やすいように横でいくんですけど、お尻の下にこれ高さがあるものを引いて足開きます。で、普段皆さん硬い時ってこの骨盤がね、こう、これね、後傾してるんですよ。でも本当は骨盤こう立てた方がいいんですよ。この違いわかります？こうで、この立てた状態になれるんですね。このお尻の下に高いものを引いたら、でこの立てた状態で今から右左前ってストレッチしていきます。一緒にしていきましょう。じゃあ30秒30秒、前30秒でいくので、皆さんなんかテレビとか見ながらね、やっていってください。で、私がもう30秒の合図するので、一緒にやっていきましょう。はい、じゃあまず右からいきます。あ、この横、私今こうやって横から持ってきたんですけど、この前バージョンでも OK です。とにかく体を柔らかくしていきましょう。多分この前でも痛いですよね。息吐いていってくださいね。あと10秒です。で、足触れないっていうのもできるだけ届くところでいいので、しっかり伸びるなってところでやってください。はい、反対いきます。息吐いてくださいね。で、これストレッチってお風呂上がり の体体温上がってる状態でやると、すごいいつも以上に伸びやすいので、それ毎日続けると全然変わってきます。本当に柔らかさが。でも地道なことを継続するのが大切なんですよね。はい、反対 OK です。最後前です。前ももう自分が届く範囲で大丈夫です。しっかり呼吸していってください。いい感じです。まずこれに挑戦していることが素晴らしい。本当に毎日続けていってくださいね。続けて私より柔らかくなったら動画送ってきてください。ちなみに私はこういう感じです。おー、柔らか。毎日お風呂上がりにやってたら柔らかくなるんで、継続していきましょう。ではまた。